こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は神戸新交通ポートライナー港島駅の周辺を歩きます。よろしくお願いします。さて、こちらはね、駅の東側になるんですけども、まあこの駅ね、訪れた第一印象は、こんな駅名あったのかというね、そんな印象なんですよね。で、1981年開業した当初は市民病院前駅という駅名でした。遠くには神戸大橋と神戸の市役所が見えますね。駅の東側は道路を挟んで住宅地になっています。それではね、駅の西側に向かいます。駅のね、改札の前を通って、西側へ抜けていけるんですけども、こちら側は病院になっているんですよね。横断歩道を挟んで、まあ今ではね、神戸メディケアセンターポートアイランド病院かなんかね、そんな名前になってるんですけども、この建物がね、昔は神戸市民病院として使われていました。まあ現在でもね、ちゃんと病院として使われているんですよね。ああ、そしてこのカラーリング懐かしいですよね。ポートライナーの登場した時のカラーリングなんですけども、このね、8000系っていうんですかね。さあ、それではね、駅に入っていくことにします。こちらは自動改札、結構数が多いですよね。そして券売機となります。今では結構ね、広い改札になっていますけども、こちらの改札は開業当初はなかったものになりますね。まあ今では2面2線の駅ですが、神戸空港までの路線がね、開通した時に2面2線の駅に改築になっています。まあ今ではね、結構この大きい駅なんですけども、昔はね、結構ホームが1個のちっちゃい駅だったんですよね。それではまず1番線から行くことにします。こちらが1番線になります。ちょうどね、ホームに上がるとポートライナーが滑り込んできました。このブルーの車体のポートライナー2000系って言うんだそうですね。まあこういうカラーリングあるんだとね、最近知りました。で、時刻表なんですけども、ご覧のような感じになっています。まあ神戸空港方面とね、北埠頭経由でこうぐるっと回って三宮へ帰る路線と2つの系統がここにはあるんで、まあなかなか本数は多いですよね。まあ神戸市営の乗り物というと、どうもね、グリーンのカラーリングの車両がね、結構多いなと思うんですけど、こういうね、ブルーのカラーリングのものもなかなかいいなと思ってしまいました。ホームの様子を改めて見ると、ご覧のような感じになります。まあホームの真ん中にね、エレベーターがドーンとあるんでね、ちょっとその部分は狭いなと思ってしまったんですけど、まあなかなか広いホームではないでしょうか。それではね、2番線の方へ向かいます。こちらが2番線なんですけども、まあホーム登ってきてね、まず思うのは、こちらにも改札があるんですよね。今では自動改札1個という寂しい感じですけど、病院にね、直結するようなこの改札が開業当初からある改札になります。なかなかホームはちょっと1番線より狭いなという感じなんですかね。こちら昔使ってた精算機がそのまま残してありました。時刻表はご覧のような感じ、三宮方面、まあちょっと本数少ないけど1時間9本ぐらいはありますよね。それではね、今日は神戸新交通ポートライナー港島駅の周辺を歩きました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。遠くにね、神戸学院大学のキャンパスが見えますね。いやー、立派ですよね。それでは失礼します。